久保さん。お金。お金です。久しぶりにお金見ますね。お金久しぶりに見るな。久保さん、車検なんですよ。僕。連絡ありまして、車検は無事終わったと。今回いくらだったかというと、僕28万ぐらいでしたね。 まあ28万、本当はね、まあコーティング、コーティングとあとはそのあの2年間あの何とか保証っていうのがあって、保証も入ったんですよ。で、それがコーティングが10万ぐらいで、その保証が2年の保証が6万ぐらいなんですよ。だから16万か。だから28万から16万引くと、まあ十何万なんですけどね。まあ、あの税,金税金は あの、現金で払わないといけないんで、税金分を、あの、現金で払って、あとはカードで払いますけど。どうすかねお金なかったら、まあ、車、無理ですよ。<laughs> まあ、今はね、レンタカー、あの、カーシェアとかいろいろあるんで、いろんな手段はあるんだけど、あのー、うん、<laughs> お金、<laughs> お金ないと、車持てないし、まあ、持たなくてもいいけど、 まあ、車以外にもいろいろありますからね。まあ、今回はトネガワですね。命は金よりも重いみたいな。金は命より重いんだみたいな。なんかまあ、僕はトネガワのあのセリフがすごく好きで、その言い切ってるっていうね。命より金は重いと。言い切ってるのが僕は好きですね。あれはアニメの世界の架空なキャラなんですけど、でもなんか、人がひた隠しにしてるというか、あまり言いづらいことを、 まあ、アニメだからこう言えるっていうのはあると思うんですけど、福本さん。でも、あれを書いたのは福本さんなわけですよ。ね。うん。だからまあ、結局あの言葉、セリフを考えたのは人間ですし、だから僕は福本作品はすごく結構好きなんですけど、なんか世の中の歪みをアニメ、アニメの中で描いてる、言ってくれてるっていうのはすごく感じますね、福本作品は。 うん、だから僕はもう福本作品すごく好きですね。うんまあ、僕ね、マージャンできないんだけど、赤木も好きですし、赤木はね、めちゃめちゃ面白いんですよ。マージャン僕できないんですけどね。赤木はね、面白いんですよ。マージャン知らない、マージャンできなくても面白いってすごくないですかマージャン知らないけどめっちゃ面白いんですよ。赤木。 何なんですかね。まあ、金と銀は僕知らないんですけど、金と銀も面白いらしいんですけどね。で、僕はまあ、赤木がすごく好きで。うん。なんか、赤木の思考というか、なんか、何を考えてるのかよくわかんないっていう、あの、なんか、謎の、謎めいたキャラ設定がすごく好きで。うん。だけど、なんか、人の逆を行くというか、想定外を行くというか、基礎発展会というか、その、その思考ですよね。赤木の思考というか、メンタルというか、すごいなっていう。 うん。はい。まあ、お金は必要ですから。はい。お金必要ですよ。まあ、もうすぐなくなっちゃいますよ。最近ですね、もう、まあ、なんだ、あの、この歯の手術もしたんですよね。歯の手術、歯ぐきの手術。もうここでも、えっ、ー、と、80万以上飛んでるんですよ。で、また手術して、だからもう100万は確定です、ね、次また行くと20、今度3万くらいか,かかって。この前も20万円くらい決済したんですけど。 だ20万、20万、20万、20万ですよ。で、あとなんかもう、なんか今度せ、またやるんですよ。で、そこはまた23万ぐらいかかって、もう100万超えですね。そう。いやー、歯もね、あれですよ。あの、入れ歯も金かかるし、インプラントももっとお金かかるし。どうっすか。<laughs> 虫歯になったら治療、ねえ、まあね、歯磨いてれば虫歯なんないかもしれないけど、 まあ病気もどうすか絶対病気にならないですかって話で。お金全部かかるんで。まあ、トネガーの言う通り、全部お金かかるんで。<laughs> まあ、あの、命を、命をね、救う、救うのにも金がかかるからね。うん。だからその、なんだろうな、そこの、なんかそこは見、み見えてるようで見えてないって感じなんじゃないですかね。実際リアルで見えてるんだけど、見えていないというか。 うんだからそのね、あの、あのトレーダーの人ですよね。ドバイに住んでるんですか今。もう、うまあ、上手いですね、セミナーのその話がね。もう、それ言われると、うーんってなっちゃいますね。確かにうまいですね。うん。共感から入って、だけど、みたいなね。うまいですね、話が。うん。はい。いってらっしゃい。